穴も結構量があったし、みんなで手伝えてよかったよ。そうだね、みんなでお料理のメニューを考えたりしながらお買い物するのってとっても楽しかったな。焼きそばの具もしっかり準備できたし、今から楽しみだな。そういえばマリさんのシャイニーの材料は見なくてもよかったのですか。今度のシャイニーはマリー新作だから、材料トップシークレットなの。明日までお楽しみに。マリーの料理といえばシャイニーだもんね。楽しみにしてるよ。ヨハネの堕天使料理も忘れてもらっては困るわね。今回は辛くない堕天使料理にするんだよね、ヨシコちゃん。ルビーにも味見させてね。辛くないヨシコちゃんの堕天使料理は堕天使ポイントが気になるところよね。リコちゃん、さりげなくハードルを上げてる気がするずら。口にせしもすべてを虜にする伝説の堕天使料理に神髄を見せてあげるわ。なんだかすごそうな料理が出てきそうだね。全然想像つかないな。明日のお楽しみだね。みんなでお料理するのっていいな。あ、ばあちゃんが呼んでるずら。ちょっと行ってくるずら。明日は花丸さんのおばあさまのお料理も手伝いますし、忙しくなりますわね。そうね、まずはメインのおばあちゃんのお料理に集中しないとね。一人一品作るとかじゃないから、分担すれば問題なく作れるんじゃないかしら。うん、今のうちにどんな順番で作るかとか、誰がどのお料理を手伝うか考えておいてもいいよね。ええ、私のプリンは今日の夜のうちに作りますから、ルビーのフライドポテトと唐揚げを手伝いますわ。じゃあ私はヨウちゃんの焼きそばのお手伝いがしたいな。ヨウちゃん秘伝の作り方を覚えてうちでも再現するんだ。そんなに気に入ってくれたんだったら時々作ってあげるよ。私は花丸ちゃんのおばあちゃんのお手伝いにもあるね。あ、私も花丸ちゃんのおばあちゃんを手伝いたいな。ピンチョスはピックに刺すだけだからすぐにできちゃうし。お待たせずら。ばあちゃんがお茶とお菓子を用意してくれたずら。今お茶も持ってくるね。ありがとう花丸ちゃん。一人じゃ大変だからルビーもお手伝いするね。堕天使ヨハネの力も必要なようね。物体浮遊の術を解放してあげるわ。お茶がとってもデリシャスです。お茶菓子も口どけが良くて美味しい。これは落盤ですわね。上品な甘みがたまりませんわ。美味しいね。そういえばお買い物に夢中で休憩してなかったな。練習が終わって着替えてすぐにお買い物に行ったものね。私たちって結構行動力あるのかも。あるある、思い立ったらすぐ行動しちゃってることあるよね。チカちゃんの影響かな。チカッチはいつもパワフルでエネルギッシュよね。でもおかげで毎日がとっても楽しいの。うんうん、チカの行動力は本当にすごいよね。小さい頃から知ってるけど、いつもいい刺激をもらってるよ。ヨハネが直々にリトルデーモンにスカウトするぐらいの逸材よね。ヨシコちゃんはみんなリトルデーモンにしちゃったから、アクアは逸材揃いずらね。そうかも。アクアの皆さんとはいろいろなところで通じ合えていますからね。これもチカさんがつなげてくれたご縁ですわね。なんか褒められちゃった。この調子で明日も頑張ろうね。